三門多方院のしだれ桜多方院は、秋田県の白市日山あ小牧にある、総当修寺院。地元では、しだれ桜の名所としても知られる。三号は、千両山。一般的に陰号の多方院で知られる。本尊は、青函論。久保田藩下がや氏の菩提寺であり、秋田武官にも、前週、大野宝院と掲載されている。また同書より、 日山中の科格宿老の藩主松野氏文家も同時を菩提寺にしているのがわかる。佐竹義信の久保田藩違法による耕谷氏違法に随行して日立国より移転してきたので、茨城県下妻市に当地の谷氏墓地を管理する同盟の寺多方院が存在する。不動明王立像や耕谷げつ座像、国清寺席より移された古扉を所蔵する。 なお建造物は、秋田県指定文化財である。日立国の多方院の起源は鬼山おしょうが、日立国大駆氏孫次さんに創建した寺院という。なお、当初の宗派は不詳。創建時期には、諸説あり、遠徳元年に、田賀屋通慶が創建したとの説と、文明年中に、田賀屋屋地区が、日立国大駆氏村から、下妻城下に、移転の上、上国寺に聖住職。 中名栄主の弟子である昭伝宗銀を解散とし、相当衆人員として創建したという説がある。天正十年に在雄和尚が、朝廷に参大して、大木町天皇より新官を得る。日本歴史知名体系第五巻 ABC、角川日本知名大辞典を、ハト ABC 日本歴史知名体系第八巻、立花市の柳川藩囲法に随行した梅竹寺の、 跡地に梅竹寺が再建されたり、上杉市違法に臨戦寺が随行して、以降に臨戦寺が再建されるなど、領主違法に随行した寺が、旧地に別に再建される場合ある。ただし、日本歴七名体系第五巻秋田県の地名や、日本歴七名体系第八巻茨城県の地名、では二つの他方院の関係について、特に触れていない。ありがとうございます。